今日はですね、まず今までいろんな動画を撮ってきたんだけども、また新しいシリーズを始めようと思ってまして、で、なんで新しいシリーズを始めるかというと、一個ここで区切りを、しようと思ったんですよね。これまで学習塾として名乗ってブレイクスルーアカデミーという学習塾で、勉強戦略コンサルタントをやってきて、で、皆さんにコンサルティングサービスを通して勉強のことをいろいろ教えてきた経緯から次のステージに上がっていこうと思いました。で、どういうことかっていうと、好き勝手なことを今まで自分も言ってきたけど、でもその好き勝手なことをもっと幅広いレベルで、お伝えしていきたい。今までは中高生とか基礎生を中心にした勉強っていうものに対するアプローチだったけれど、今実際私のところに来てくれてる方っていうのは実は大学生の方とか、資格を取りたいっていう方だったりとか、もうそれこそ中高生のお子様が心配な保護者の方が直接来られたりとかっていう、結構ですね、大人の方が来られることが多いんですよね。その受験を終えた次のステージ、要するにこう本当に自分の進路、自分の行きたい道をある程度こう明確に見えている人たちとか、もう中高生の子が来るんではなくて、その子たちの将来を危ぶまれている保護者の方が来られるのがメインになってきてます。で、私が今回ねお伝えしたい、最初の動画でお伝えしたいことっていうのは何かっていうと、勉強との正しい付き合い方を考えてやりなさいってことです。で、これは大事なことではあります。ただ前提としては、勉強を捨てられないならばっていう話です。多くの人はですね、もうずっと今まで指導してきて分かったのは、勉強が嫌で嫌でたまらない、ね、勉強したくない、できれば勉強したくないと思いながら、でも無理して理解して、頭で理解して勉強しようとしている。だから頑張っても伸びないっていうのはもう明らかなんですよね。だから私の塾では、他の塾ではあまり聞かれないかも分からないけども、勉強やるのやらないのって話から始まるんですね。で、勉強やるのやらないのって話から始まる塾はあんまないと思います。むしろ勉強をどうやってやるかってことを前提に話を進めていくのが学校とか塾だったりするんだけども、私の塾はもうその発想が全然違うので、勉強させようっていう気はさらさらないです。ただ勉強したいっていうんだったら、勉強の効率的なやり方を教えるけれど、私が伝えたいことっていうのは問題解決能力の育成なんですよ。皆さんに問題解決能力をつけてもらいたくてこの塾をやってるだけです。だから勉強するのかしないのか、しないんだったら勉強以外の道で何をして将来に準備していくのかっていうのを一緒に考えればいいだけの話で、勉強しろって話じゃないし、英数国社理が大事だったり一言も言いません。むしろなんかそんなことしたってね、将来報われるわけじゃないんだから、それがちゃんと分かってるかどうかってことを心配してるだけです。勉強してて、なんでしょうね、保護者の方とか学校の教師の方とか特にそうなんだけども、勉強を頑張っとけばなんとかなると思ってる人があまりにも多すぎる。で、それは明らかに間違っている。で、その間違ってることを自覚しなければ、いつまでたっても勉強になってしまうし、そのどんどん世の中が変わっていくことに対して、もっと勉強しなきゃ、もっとちゃんと勉強しなきゃっていうふうに逆のベクトルで動いてしまうので、結局そうやって頑張ってやった勉強がね、将来20年後になった時に全然役立たなくて、あれあの時ね、なんであんなに頑張ったのに役立たないのって話になっちゃう。当たり前じゃんかって。今の時代、もう今の現時点で勉強が役に立たないってことはもう明らかなのに、みんなこれまでの習慣が捨てきれなくて勉強を続けてるだけなんですよ。で、特にその中高生とか基礎生の方とかよりも、むしろ保護者の方の方がその気が強くて、なおかつ学校の先生とか、先生というか学校の教師とかね、あと学習塾の講師、社員の人たちっていうのは、大体勉強をさせることを前提にいろいろ話をするでしょ。勉強しない人はダメだとか、学校に来ないことは不登校、サボりとかっていうネガティブなフレーズをかけて、要するにその学校に来ることがいいことだし、勉強頑張ることがいいことだしっていう校則をちゃんと守って、先生の言うことをちゃんと聞いてね、教師の言うことをちゃんと聞いてとか、宿題をちゃんとやってきてっていうのが正しいことだと思い込まされて育つわけですよ。でも結局今の現段階ですでにそういった勉強が役に立たないんだってことは明らかに社会にこうもう出てるんですよね。出てるにもかかわらず、勉強っていう流れが全然止まらない。で、その結果勉強したくないのに勉強してしまう。で、そうやって勉強したくないと思いながら勉強するから、全然勉強頑張っても成績が上がらなくて、でもそのうつうつした状態から逃げることもせずね、じゃあそれをどう改善すればいいかってことも考えようともせず、その努力もせずにね、大学になんとか頑張っていこうって思っていくから、何の役にも立たないようなことしか身につかないし、ね、使わない知識ばっかりが頭に詰め込まれて、いざ大学に入ってね、社会に出ようと思った時に、あなた何ができますかって言われて困るんですよね。だから私が今言いたいのは、この動画でちゃんと伝えたいのは、勉強するのかしないのか、もし勉強するのであれば、ちゃんと正しい付き合い方が分かった状態で勉強しないと全部無駄になりますよってことです。
でこれがちゃんと分かってくれるかどうかで、まあ、伸びるか伸びないかっていうかね、この20年後30年後の将来に向けてちゃんとした準備ができるかどうかが決まります。で私がこのブレイクスルーアカデミーというのを続けてきた理由は本当にもうそこにしかなくて、問題解決能力です。全ては勉強がどうこうとか得点力がどうこうとか受験のテクニックがどうこうっていう話はどうでもよくて、まあ、それは聞かれれば教えられることは山ほどありますけど、そういうことじゃなくってもっと根本にある根底にある問題解決能力を皆さんにつけてほしい。で特に保護者の方、学校の教師の方、塾の講師の方にその力を身につけてほしい。そういった視点から子どもたちを見れば、子どもたちに何をしてあげるべきか絶対見えてくるんで、そしたら発想がガラッと変わります。今やってることがどれだけ無駄なことかってことも分かるし、学校の縛り方も変わるし、多分塾の教え方も変わります。そうすると全てが良くなるんですよね。子どもたち一人一人が変わることよりも大人が変わることの方がはるかに大きな影響を及ぼすし早いんです。なのでこの動画をね見てくださっている方がぜひ大人の方であれば、もし大人の方であればぜひねその大人の方にこそ変わっていただきたい。勉強に対する発想を変えていただきたいです。で勉強するのかしないのかっていうところからもっとね、今考えている勉強どうやってやらせるかじゃなくて、勉強するのかしないのかっていうもっと根本的な問いから始めていただくと、じゃあ勉強しないっていう選択肢を取った時にどうすればいいかっていう発想もちゃんとね並列させて考えることができるので、そういったことをねぜひ子どもたちにも広めていただきたいと思います。今回の動画でお伝えしたかったことは本当に問題解決能力の育成についてってことと、勉強もしやるんであればちゃんと考えて正しい付き合い方は何なのかってことを考えながら、取り組んでほしいっていうことでした。まあこういった形でねこれからどん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 私の頭の中をまたちょっとねテーマに分けて発想をね伝えていきますので、勉強するかどうかっていうこと以上に20年後30年後の未来に対して必要な学力をもし身につけたいという方はこの新シリーズをまたね改めて楽しんでいただけたらと思います。またご視聴ありがとうございました。